これは梁、水平な部材。重りを乗せて、重さに耐えられるか試す。重り一つは大丈夫。重り二つは、無理。針を二つ使うと、重り二つでも、大丈夫。でも、重り三つは、無理。針自体の高さを2倍にすると、重り4つでも、大丈夫。断面が長方形の場合、針の強さは幅かける高さの2乗に比例する。幅4、高さ1の針の強さは4、幅4、高さ1の針2つの強さは8、幅4、高さ2の針の強さは16。なので、右が一番強い。この向きにすると、幅2、高さ4になる。強さは32で、さらに強い。ガリレオの時代に分かっていたのは、針の強さは高さが効くということ。でも、高さを増すと材料が増えて重くなる。針を拡大して横から見ているとする。針が曲がると、上は縮む力、下は伸びる力がかかる。でも、真ん中あたりはあまり力がかからない。そこで、力のかかる上下に材料を寄せたのがエッジ型。同じ重さ、断面積でも強くなる。箱型にすると、横の曲げにも強くなる。こうした形は、橋や建物など人工物によく使われる。これは動物の骨。円筒形は、どの方向からの曲げにも均等に強い。大腿骨など太い骨は、円筒状で内側が軽い構造になっている。外側に材料を集め、軽さと強さを両立させている。